ジョセフ・ドグラスは、カナダ出身の映画監督、脚本家、俳優、映画プロデューサーである。本名ジョゼフ・ルイ・ドグラス、日本では西オ・デ・グラスともドグラッセとも表記された。1873年5月4日、カナダのニューブランズウィック州バサーストで、フランス海軍帝徳のフランスワ・ドグラスの流れを汲む、フランス系家庭に生まれる。2歳下の弟サミュエルは後に、 サム・ド・グラスと名乗る俳優となった。満7歳を迎える1880年、一家でアメリカ合衆国に移民した。長次で最初に就いた職は記者であったが、やがてアイダメーパークと出会い、舞台俳優となり、二人は結婚する。1910年前後にはカリフォルニア州バーバンクで映画出演を始める。 1914には監督業に進出する。1916年に設立されたブルーバード映画で監督した作品、恨みの金貨から1918年の例の導きまで、あるいはそれ以降の作品は多く日本でも公開された。1940年5月25日、カリフォルニア州ロサンゼルス市、イーグルロックで死去した、満67歳没。 ハリウッドフォーエバー墓地に眠る監督作であるありがとうございます。